はい、今日はまあね、ぺちゃくちゃ喋ろうっていう、はい、だらだら話すコーナーです、ね、はい、フリートークです。フリートーク、ちょっとこの間あった話なんですけどね、はい、この間その、まあ、マンションに入ってその16階に行きたかったんですよね。空き巣狙いじゃないんですから。空き巣狙いだよ。だってマンションに入って、いやいや、信じる人、マンションに侵入して、はい、じゃあ侵入して、普通にね、はい、16階に行こうとした、はい、でこう乗ったエレベーターに乗りましたと。で16階のボタンを押して、はい、行ったらもう扉閉まるときに、うん、小学生の女の子が3人ぐらいドドドってエレベーターに入ってきたんですよ、はいはいはい、でそのなんていうんですかね、もうふざけ合ってるというか、うんうんうん、こうなんかキャッキャキャッキャ、そうだよね、小学生低学年ぐらいだから、はい、1年生ぐらいでこう押し合っことかしてて、そして女の子が、まあ、ランドセルしょってるんですけど、うんうん、そのままランドセルしょったままそのエレベーターの横にボンって押されたんですよ、はい、そしたら今のエレベーターって入り口入ってこっち側にボタンを押すんじゃなくて横にパネルみたいにボタンついてる、 ありますそれでランドセルのせいでボタン全部押しちゃってね、はいはいはい、16回行ってるのに一回一回各駅停車時間かかってムカついて、もその子らはどうしたの、降りちゃったの、その途中に1階か3階でも降りちゃった。僕一人残されて1回も16行くまで時間がかかっちゃう。長谷川さんそんな肉肉しげに言うの初めて見たよ。いや本当ムカつきましたよ本当に。いつも温厚な長谷川さん、温厚な僕が珍しくそう、なんか嫌なことあった。いやそれだよって、今のネタだよってっていうことがあったんですよ。エレベーターのボタンってでもさ、こう間違えて押しちゃった時って、うん、なんかその後パンパンってこうやって連打するとさ消えるよね。いやそれね、だから僕知りたいんですけど、なんかね CM で見たことあるんですよ、うんうん、その間違って押しちゃったボタンを直す方法みたいな、それがメーカーによっても違うらしいんですよ。あ、そうなんだ。だから僕長押しとかやったんですけど何も変わらないんですよね、うん、なんかあるかもしれないです、裏技が。なんかあの俺はなんか2度ぐらいこうあのダブルクリックみたいに簡単ってやると消えました、うん、消えたのもある。確かに機種によってダメなのもある。あとそれ知ってればね、直後じゃないとダメなのかもしれないけど、よくわかんないんだけども。そっか、俺昔さ、うん、ほらこうヤクザな家業だから昼間自由なんで、公園でね、自分で言うからね、いやいやあの中国武術の練習一人でやったことがある、公園だから、でその公園でさ、まあ、変な格好して立ってるわけよ、こう構えてさ、それでいたんだけど、そしたらさ、その日どうも学校早く終わったらしくって、はい、小学生の子供らがわーって走ってくるわけ、はい、で一応さ姿見えないんだけど声だけ聞こえてきてさ、サッカーやろうぜとかって言ってわーって走ってくるのが聞こえたんだよ、うん、それで歯来るんだなと思ってこうやってポーッと突っ立ってたわけ。そしたらさ、その先頭のやつが角を曲がって俺がパッて視界に入った瞬間にさ、うん、ダメだ変なおじさんがいるって言われてさ、俺なんかあの変なポーズしてたんだったら変なおじさんって言われてもいいんだけど、俺ただ立ってただけだから、だけど変なおじさんがいるって言われて、であのいいよいいよって俺がこうどいてさ、真ん中開けて、それでサッカーやり始めたわけ。でその後こうやってぼーっと座って見てたら、なんかポンって蹴ったボールがさ木の枝に引っかかっちゃったわけ。で俺しょうがない大人だから、うん、取ってあげて、うん、で変なおじさんからいいおじさんに昇格したんだよね。何なんですか。いやいやだから逆にすげえショックだったんだけど、変なおじさん、いやだからそのだから変な格好してたってことですか、上半身裸だったとか。いや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 こんななんか変な帽子かぶってたとか。そうじゃなくて、どうやって武術の練習で帽子かぶってたっけ。いや本当に割と普通に、まあそれこそこんな感じのね、あのシャツにジーパンでいて、で動きやすい格好で練習して、でもその時にはだから、あ子供が来るんだなと思ったから、こう変なポーズやめて、うん、本当にこう仁王立ちになってこうやって見てただけなのよ。いきなり変なおじさんって言われてさ、いやだからその前のそのなんかポーズやってたのを見られてたのかもしれないですよね。それで変な一人で変なことを変な格好してるっていう。そうね、白血症っていうやつはさ、うん、憲法みたいな。そうそうそうでしょ。で練習する時一人練習なんだけど、大体木が立ってたらこれを相手に見立ててさ、そいつの周りをこう円を描きながら回るわけ。なんか旗目で見るとさ、木を敵にして戦ってるみたいなのよ。あでしかもその周りぐるぐるこうやって回ったりするもんだから、あの子供らからさ、おじさんどうして木と戦ってんのって言われたりすることがあるわけ。それは旗から見るのは子供からしたら変なおじさん。その時は俺やってなかったから、立って
っただけなのに、だから単純に俺が変なおじさんだというだけの話なんですけど、ね、でもね、ボール叩いて昇格してよかったですよ。いいおじさんにあのなったんでね。はい、ということでございます。ということで、また明日も見てください。はい、また見てください。